サルバトール・ムンディは、イタリアの美術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画である。1500年頃フランスのルイ12世のために描かれたとみられる。後にイギリスのチャールズ1世の手に渡ったが、1763年以降、行方不明となる。1958年にオークションに出品されたが、複製とされてわずか45ポンドで落札された。2005年に美術商が1万ドル足らずで入手した後、修復の結果、ダ・ヴィンチの真筆と証明される。2011年にはロンドンのナショナルギャラリーで展示された。2013年にサザビーズのオークションでスイス人美術商に8000万ドルで落札された後、ロシア人富豪ドミトリー・リボロフレフが1億2750万ドルで買い取った。2017年11月15日にクリスティーズのオークションにかけられ、手数料を含めて4億5031万2500ドルで落札された。この額は2015年に落札されたパブロ・ピカソのアルジェの女たちバージョン0の1億7940万ドルを抜き、これまでの美術品の落札価格として史上最高額となった。落札後の所有者は不明とされていたが、サウジアラビアの王太子ムハンマド・ビン・サルマーンが所有する高級ヨットの中にかかっていたことが2021年に報道されている。ありがとうございます。